ます。石倉さんの奥さんがベトナムの方で、ベトナムの料理を作ってくださるそうなので、来てみました。堺の夢屋さんというところです。前菜サラダ第1番です。第2弾おかゆです。軟骨が入ってて鶏おかゆ美味しいです。軟骨コラーゲンいっぱいで美容に入れてのパクチーだし、ちょっと食べてみてください。パクチー入れた方が美味しいよね。美味しい、うん、あとビーフンが中に入ってるそうです。このなんかドレッシングをつけて食べると美味しいですよ。バナナと何？ピーナッツとワカメと。ワカメ。これがデザート？チェチェ。チェチェ。あチェ。チェというデザート。ナッツとワカメとバナナ。なんかバナナだちょっと不思議な感じ、うん、ちょっと食べてみよう、うん、あー本当だ、これいらない、甘い甘い、なんかエスニックな味がするみたいな感じ。バナナがとワカメが入ってこう、なんか不思議、世の中が不思議。ワカメが甘い、いやワカメが甘いじゃん、甘い中にワカメが入っているあるんじゃない？お砂糖で。あ、そうなんだ。うん、あ、そんな感じだね。煮、うん、バナナ。ちょっと食べてみよう。うん、この年になって人生初めての味だわ。タピオカ。タピオカ。ワカメ。ワカメ入れるの本当に。あるよ。いやいや、入ってるけど。これは昆布でしょ。何かの代用。これはあの。じゃなくてワカメを入れるの。ワカメでもいいよ。いやいや、じゃなくてベトナムで普通にこれを作るときはワカメを入れるの。それとも日本にないからワカメ入れたの？あ、ベトナムは生のやつはないけど乾燥のやつはいっぱい。あ、そう、うん、乾燥わかめをこの中に普通に入れるやつなんだ。チェは、うん、そうそう、おチェの発音してみて、本当の性格。チェ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 じゃないよ、チェベトナム語いくつか。はい、どうぞ。こんにちは。私このの覚えてるわ。しんちゃん、おいしいっていうのは？ノンワ、うん、ノンワノンワヨン、サンヨン君書類の野菜入れるけど、こちらはちょっと、うん、今まだないもんね、サンプル、ね、ロックダミンとかね、いろんな香菜を使うんですよね、こう、ドクダミとかね、ドクダミ？何使うの？ドクダミは結構ね、美味しい。スープ？うちにも生えてるけど、でも今はないでしょ？生で。もう生えてるって。例えば、フォーの上に乗せたり。で結構薬効があるとかそういうの結構こだわるんですよね。へぇー。うん、ね、味噌汁じゃない、なんだっけ？スープ？フォー。お茶な。フォー、うん。ベトナムの、ああ、ラーメンじゃない、そうめんみたいなやつ。ビーフンなんだけど、ホテル？あ、フォーあるある、ベトナムのフォーね。バサってね、お皿にね、4、5種類こう、うん、ハーブですね、ちょっと入るんじゃない、それをね、掴んで、うん、毒ダミバサッと入れるの？バサッと入れる、毒ダミだったり、日本の毒ダミと違うんじゃないの？毒ダミは、生野菜、サラダみたいの食べ方、でも日本の毒ダミと味違うでしょ？そんなことない、ちょっと食べたことある、日本の毒ダミ、もちろん、大好きよ、同じ味、人質ってこれくださいって毒ダミもらいます。味はちょっと向こうはちょっと生、ちょっとフレッシュ、日本はちょっと濃い味だよな、多分ね、そうなの、色も濃いで、日本の毒ダミもお料理に使ってるの？うちはないけど、だって植えといたら増えて増えて困るよあれ。うん、毒ダミ1個植えとけば増えて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 、すっごい困るよ。あ、また食べ使いませんだら、だから困る。でもタムの植えは、あ、よろしい。植えといてみ、大変なことになるよ。やったことあるよ。いくらでもあげるよ。あれね、サラダに、夏サラダに、混ぜるとね、清涼感が。うまい。葉っぱ、生で。結構ドクダミは体ととってもいいよ。いいよいい。ドクダミ茶は飲むじゃん。
でも向こうはお茶は飲まない。お茶飲まないで食っちゃうんだ、そのまま。ドクダミンは、ドクダミンはあの生だけ使う。ドクダミンのベトナム語で言って。あの、ラオ、ヤプカ。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 ちょっと違う。まあいいか。ありがとう。ベトナムのリュウリュウは、ここまで終わった。みんなお茶飲んでください。はい、今から最高のアカシアを、これは安曇野で取れたものですけども、アカシアの蜂蜜をあの持ってきてますので、もし興味ある方がいらっしゃいましたら、あのご購入ください。あの、試食もできますんで。